なんかリックとかなってる。エミさんそんな離れちゃうの？ね、会いたい。よろしいでしょうか。はい。お待たせいたしました。千原エミさんです。はい。よろしくお願いします。久しぶりのユニットなんです。もともと船橋の路上でね、何年前ですかね、やってたんですけど、今別々でやって、久しぶりにやりましたね。私は船橋の路上、彼女はちょっと外でやるのがきつくなってきたので、私ウクレレの弾き語りでやってて、で最後のやったのが1月に東武デパートで、ヘルシー船橋フェアに出て、それからもうずっと路上がなくなっちゃったんで、早く復活していただくのを願うばかりです。はい、ということで、先ほど あのキャンディーズやられてたんですよ、あなたがお手洗いって言って、で春、すごい春一番なんだけど、すごい替え歌で面白かったけど、私たちキャンディーズ何もひねりがなくて申し訳ないけど、後でちょっと変わった歌をやるので、それでお許しください。じゃあキャンディーズの春一番じゃない曲を歌います。はい、うん、私海浜幕張のワールドビジネスガーデンってところに働いてて、そこはなんか夏にビアガーデンをやって、働いてる人がちょっと出演して歌うってことができるんですけど、で彼女と
あともう一人あのエレキの人を誘って3人でやって、でまあ紹介でランス2期ですっていう予定だったのに、どうしてもその男の人がミキって言わないで自分の名前をやたらアピールそんなにアピールしたいかなって感じだったんですけど、まあ彼がいて爆音でねビアガーデンで盛り上がってよかったです。はい、ビアガーデンはちょっとね爆音鳴らした方がちょっと刺激が、うん、そうですね、あのそうなんで子供は関係なしに目の前で走り回ってるし、ね、暑かったしね、はい、そう外です、はい、あ外なんです、ビアガーデン下なんで、であの30何階のビルとビルの間でやるから風がすごくて大変だった、涼しいけど大変だったという、私もバッテリー切れちゃった、あなたのビデオもかかってる、はい、で次は、イルカさんの誰かが歌いそうな気がしたけど歌わなくてよかったっていう、で、あの名残雪で私これそれこそ替え歌でカモン達夫さんの名残寿司あれがすごい好きなんですけど、まあちょっと、まあ、長いぞ あそうですか、じゃあ名残雪歌います、普通に汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく、名残雪にも降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗に、動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている、君の唇がさようならと動くことが怖くて下を向いてた、時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗に、はい、ありがとうございます。
ございます。次が中尾美恵。そうだ、昭和歌謡のちょっとバンドをやってた時にもう曲が決まってて、いつもこの曲をやって、いつもこの歌がすごい好きな人がいたんで、で、バンドで今ちょっとまばしの方でやってたんですけど、ちょっと私家が稲毛海岸なので、なかなか一番混む時間に武蔵野線に乗って行かなきゃいけないんで、ちょっと今お店はやってるみたいなんですけど、バンドとかはやってないので、でちょっとこれウクレレの弾き語りでやったら、そのお客さんだった人が早くバンドで弾きたいですねっておっしゃってくださったので、ちょっと彼女のレパートリーになかったんですけど、森を言ってやらせていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。中尾美恵さんの片思いっていう曲です。はい、
聞いてるなって後で動画アップするから、はい。次はあれか、あ、これがですね、次の曲が、2曲の歌を合体して歌うっていう曲なんですけど、何の曲か、2曲の歌を交代で歌ってたまにハモっちゃったりして、そうやって歌う曲なんです。何の曲か当てた方には、何もない、無理やり名刺を渡すぐらい優先的に。はい、じゃあ行きますか。着物リメイクが大好きで、ユニクロのジーンズに、のジーンズにこういうのをつける、私はセシールの、セシールのジーンズ、なるほど、でもある全部自分で作ったかの言うんですけど、メルカリのね、たたずんでいる。
なんかズンって言ったね。どっかのドアで、ね、びっくりした。偉い偉い。なんだろうね。まあいいや、続こう。の後のジョージの店ってところをいつもやる場所を言うんですけど、今日の場所と長すぎて実はちゃんと正式名称覚えてないから言えないから、でも土曜の夜で会ってたので、これもいつもね土曜の夜じゃない時は変えてるんですね。日曜の昼とかいまいちいまいちなんですよ。やっぱり土曜の夜がいいですね。はい、で次はすごい、すごい、あ、なんかすぐお分かりになった、この2曲。ホームに行ったらすぐ分かったの。あ、これ私が歌ったのは分かりましたか。実は分かってないんです。お、でも若、あ、若い人って誰かな。あ、分かりますよね、私が歌ったのは。まさか彼は、彼は一番若いんで、ペンライドのお兄さん、この私が歌った歌は分かりますよね。ホームにいてしか分からない。なんだ、おばさんの悲鳴はキモい。鈴木清美さん、ラッツ&スターの、あのタクシーっていう歌なんだけど、ほら、意外と流行ったんだけど、ラッツ&スターとかは知ってる世代ですよね、チャンネル。あの、お姉さん。あれはね、おばさんの。鈴木清美、あの、松田聖子のせいに美しいっていう。ちょっと声質も似てますね。あ、そうかもしれない。いや、いい歌だなと思ったんだけど、全くコード進行同じなんですか。あ、いや、イントロはもちろん違います。違うけど、イントロは違うけれども中身は一緒です、ね、同じだよね。若干違っても、あの似た仲間のコードだったらすり合わせができるので。それいつ発見したんです。なんか私たちもともと彼女中島みゆきが好きで、私はこの R&B 系だ、そうそう、でカラオケで歌ってたら彼女が発見したっていう。ああ、なるほど。3、4年は前だよね、うん、だからあの趣味が違くてもまさかのこういうケミストリー的なの化学反応が、はい、ナイス、うん、で次はお兄さん、またあのペンライト の, あの昭和のアイドルの歌を歌います。はい、あの皆さんもご存知ですか。今地震があって本当明日がどうなるかわからないから、ぜひ皆さんで歌ってください。
どの時代もね、いろいろ色褪せずに、いろんな思い出がね、あるので、これからも。なんかやったか。ああ、してる。これからも素敵な思い出をたくさん作って、ね、ライブもこれから、ね、少しでも復活してやれるようになりたいですね。皆さんの音楽活動もこれから、ますますご発展。なんか、で、中島みゆきさんの時代を最後に歌わせていただきます。はい。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、どんな時代も回れましょう。回る
さんでした。ありがとうございます。普段どの辺で素敵なハーモニーで。はい。久しぶりだから。久しぶりでこれから活動しよう。再始動なんで。そう。行きますって、はい、スタンバイお願いします。まだ。あれこれどうやって止めるんだっけ。石原さんこれさ貸して。どうもちゃんだね。はいはい。うん